はい、じゃあ今から修練パックします。そうなんだ。それ何、ハラソっていう病院？ハラソ、え、よくわかんないけど正式名よ。なんか春菜のなんとかっていう話を聞くからさ、うん、そう、春菜に場所は、春菜の場所は春菜だからね。じゃあ、あん中まで行かないんだ。違う、だからあん中では全然違う。春菜さんの近くだから。そこの何、イカゴの上の春菜かい？そうだよ、春菜、だからあそこはどこに、室田なのか、春菜町だよね、うん、そう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 、春菜町、そうだ、春菜町だよ。じゃあ室田になるんだ。そうそうそう。へえ、なんか結構大きな病院なんだ。つけ大きいよ。場所は室田かちょっとよくわかんないけど、うんうん、うん、あるよ。あ、そうなんだ、うん、私も知らなきゃそんなことを人が言ってたからさ。そうなんだ。うん、そこのね、あの腰のあれになったらそこの先生はメインだからいいっていう話聞いたから、そうなんだと思ってさ。身も知らない人だから、あんまりしつこく聞くこともできなかったけど。まあそうだね。うん、うん、静岡の医療センター行っていつも私が行く木曜日に行くと、うん、渋川のあの普通の病院のそばにいる人でいつも一緒になるんだよ、はい、その人の旦那さんがやって腰の手術したらさ、はい、今度それが逆に今度腰が動かなくなって歩けなくなっちゃったんだ、それ今寝たきりなんだって。そしたらそんな話してたら隣に座ってた人がさ、うん、春菜のこういうとこにやるの腰にかけて脳の先生がいるんだっていう、うん、話し込み言ってたからさ、あ、なるほどね、うん、だからあれそうなんて話から